ザムトゲマインデノイエンキルヒエンは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、オスナブリュック軍の山頂村が集合したザムトゲマインデである。このザムトゲマインデの人口は約1万400人で、ある。このザムトゲマインデは、オスナブリュック法に基づき、1972年7月1日にノイエンキルヒエン、メルツェン、ボルトラーゲで形成された。以下の表は、 各年の12月31日時点でのザムトゲマインでのイエンキルヒエンの人口を示している。数値は1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。ザムトゲマインでのイエンキルヒエン行政庁舎、ザムトゲマインで議会は26議席からなる。これにザムトゲマインで庁が 投票権を有する議長として参加する。2013年9月22日に、ヒルデガルト・シュベルト・マン・ニコライが新たな、ザムトゲ・マインで長に選出され、2014年5月1日に、就任した。図柄銀字で横帯がありの黒の鎖で、上下に分割。上部は、上部が壊れた六本スポークの赤いは、下部は切られた枝のそれぞれ別の箇所から生える三枚の、 緑色のヒイラギの葉。連邦道 B218 号線がザムトゲマインで北部を通っており、メルセン町内を横切っている。バスのイエンキルヒエンとメルセンでは1時間間隔でオスナブルックからフュルステナウを結ぶバス6 1十号線が利用できる。ありがとうございます。